鈴木国義は日本の警察官僚、元中国管区警察局長、福島県藍津出身、1956年工具巡査となり、工具護衛官を務めながら中央大学法学部で学んだ。中央大学法学部卒業後、1962年、警察庁入庁。入庁同期に亀井静香、井上幸彦、金田正隆、 有馬光一郎、古川・貞明、ー月周一など。1962年入庁組は、ノンキャリア警察官から転身した者、民間企業から転身した者など異色な人材が揃っていた。入庁後は、刑事畑を長く歩んだ。神奈川県警察本部刑事部長時代には、現職警部による、職案法違反容疑女性への覚醒罪、駐車事件など、相次ぐ、 警察官による犯罪への対応に追われ、大阪府警察本部刑事部長時代には、グリコ、森永事件が発生し、任期の大半を事件に費やすこととなった。また、警察庁刑事局保安部保安課の一室に、9人、ほどの会を持って設けられた、薬物対策室の初代室長に就任。戦後すぐのヒロポンカに次いで、韓国や台湾などを経由して、日本に流入し、 当時、第二のヒロポンカとして徐々に世間に顕在化し始めた薬物事犯に対抗して、全国の警察組織間での総合的な企画、調整に当たることとなった。中央大学法学部では星友会に所属していた。朝日新聞1984年12月31日付3面、朝日新聞1982年4月15日付3面、日本警察官僚総合名官。 ありがとうございます。